夕食は軽めの方がいいと言うけど、夜にならないと食べる時間がなくて。任務が終わったの？よし、あとは自由時間だよね。私にま…今日は何か面白いことあるかな。
究は生産、学術、研究用の一化炭素水素の目標にしており、効果の未来の世界に貢献してくれる。いろんな世界から、いろんな世界へと共に旅路を歩く、隣のマムと、ララ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 、うん、少しブラブラしよう。自身を想像するものになる。雨音は綺麗だし、空気も特別な匂いがする。何か面白いことあるかな。セナディア、必ず任務をクリアするよ。ついてきて。私に任せて。こっち。射撃の時間だ。行こう。聞いたくない、本当に。まだドン。いいタイミング、目標録音。次はブラブラする？それとも寝だめ？
何か面白いことあるかな。セナディア、必ず任務をクリアするよ。セナディア、必ず任務をクリアするよ。セナディア、必ず任務をクリアするよ。
庭が一番。次はブラブラする？それとも寝だめ？私にま…私にま…今日は何か面白いことあるかな？雨音は綺麗だし、空気も特別な匂いがする。私にま…今日は何か面白いことあるかな？今日は何か面白いことあるかな？
セナディア、必ず任務をクリアするよ。次はどんな冒険が待ってるのかな。次はどんな冒険が待ってるのかな。行くよ。あるから気をつけて。やっぱり平和が一番。次はブラブラする？それとも寝だめ？今日は何か面白いことあるかな。私にま
私にま。三医師出発。今日は何か面白いことあるかな。今日は何か面白いことあるかな。セナディア、必ず任務をクリアするよ。みんな、ついてきて。
張り切って出発。一番次はブラブラする？それとも寝だめ？今日は何か面白いことあるかな？今日は何か面白いことあるかな？艦長、今週はまだ記憶戦場に挑戦してないでしょ？挑戦してみない？出発！今日は何か面白いことあるかな？ナディア、必ず任務をクリアするよ。
次はどんな冒険が待ってるのかな。うん、いい景色。え、もう行くの？次はどんな冒険が待ってるのかな。こう見えてもちゃんと警戒してるんだよ。いくよ。よいしょ。よいしょ。次はどんな冒険が待ってるのかな。こう見えてもちゃんと警戒してるんだよ。次はどんな冒険が待ってるのかな。うん、いい景色。
え、もう行くの？稲妻、準備完了。こっちだよ、はぐれないでね。こう見えてもちゃんと警戒してるんだよ。いい景色。え、もう行くの？みんな、ついてきて。セナディア、必ず任務をクリアするよ。張り切って出発。
次はどんな冒険が待ってるのかな。はい、たーはっ。近くに崩壊エネルギー反応があるから気をつけて。おーい、こっち。あっ、大丈夫。前方の敵は私に任せて。こう見えてもちゃんと警戒してるんだよ。ナディア、ターゲットに接近中。はっ、よいしょ。ふっ、よいしょ。近くに崩壊エネルギー反応があるから気をつけて。ターゲットに接近中。張り切って出発。いくよ。さあ、はっ、ビビビビビビ。動かない、あなたに決めた。一緒に行こう。行動可能。やえい、はっ、エンジン転換、パワー全開、当たれ。あお、
ほほう。ほっくん。ほっくんじゃりでさあ、ほっ、稲妻、それさあ、湧き出て、星々の流れよ。近くに崩壊エネルギー反応があるから気をつけて。私に任せて。張り切って出発。セナディア、必ず任務をクリアするよ。
セナディア、必ず任務をクリアするよ。
何か面白いことあるかな。今日は何か面白いことあるかな。セナディア、必ず任務をクリアするよ。みんな、一緒に戦おう、相棒。お待たせ、セナ。もう休もう。できればずっと休んでたい。何かしようかな。まあいいや。休むのも大事な仕事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 。どこに行く？
と回ってニャンコの目。今日は何か面白いことあるかな。いい景色。え、もう行くの？張り切って出発。行くよ。次はどんな冒険が待ってるのかな。張り切って出発。こう見えてもちゃんと警戒してるんだよ。
いい景色。え？平和が一番。次はブラブラする？それとも寝だめ？今日は何か面白いことあるかな。回ってニャンコの目。私にま。今日は何か面白いことあるかな。
今日は何か面白いことあるかな。晴れの日は高いところで歌いたく。回ってにゃんこの目。回ってにゃんこの目。おーなみこーなみぐるっと回ってにゃんこの目。
っと回ってニャンコーの目。雨音は綺麗だし、空気も特別な匂いがする。おーなみこなみ、ぐるっと回ってニャンコーの目。今日は何か面白いことあるかな。今おーなみこなみ、ぐるっと回ってにゃんこの目。今日は何か面白いことあるかな。今日は何か面白いことあるかな。
と回ってニャンコの目。今日は何か面白いことあるかな。私にま、今日は何か面白いことあるかな。出発。今日は何か面白いこと。やっぱり必要ないと思うんだよね。備えあれば憂いなしっていうのはわかるんだけど、うちが案内役をしてるんだし、別に昔のことをもう一度見る必要はないんじゃない。じゃあ教えてくれない？私たちがこれから会う術はどんな予測不可能な能力を持ってるの？例えば猫を飼ってていざという時に変身できるとか。ドニグルがいなくてよかったよ。でないとコダリーの耳を見てめちゃくちゃ反論するかもね。それは、いや、他人の秘密を晒すなんて少し道義に反するよ。もうすでにいろんな秘密を話してると思うんだけど。彼女自身の秘密以外は。だよね。その様子だときっと過去の自分を私たちに見せたくないんじゃない？でも私たちはすでに再現された一部のデータで少女の姿を見てるよね。はいはい。昔のことは語るまでもないよ。ところで師匠が残したこれ、いつ頃の話が見られるのかはうちらが決められるものじゃないんだろう。中に入ってもいいけど先に約束してもらいたいんだ。本当に見ちゃダメなものが出てきたら
うちの合図で目を閉じてほしい。それじゃあ一番の見どころを見逃してしまう。あ、もちろん約束する。さあさあ、親切姉さんが私たちの代わりにドニグルを見てくれてるうちに早速中に入ろうよ。親切姉さんはなんて言ってたかな。確か恋愛は潜り込みって。他人に、それとも自分に。それなら断る。え、わかったわかった。結局逃げられなかったな。さ、手を貸して。できればうちがいい暮らしをしてる頃がいいんだけど。記憶と時間の箱へようこそ。これから体と精神をリラックスさせてください。記憶から戻る場合は心の中で終了と黙考してください。琥珀街？まさか私たちまた。どうやら別の転送装置を見つけたみたい。やったね。でもこれは違う気がするような。データ研究所で長い間使われてるように見えるし、そういう空間的な特殊性があるなら簡単に触れちゃいけない危険物なんじゃない。そうとは限らないよ。あの時こんなものがあったら。ねえ少爵、何度も聞いたけど少爵の師匠も術の一人なんだよね。すごいことをたくさんしたみたいだし。それはどうだろう。だってもしかしたら師匠はその一族にとっては裏切り者なのかもしれないし、一方でうちの知り合いのお姉さんにとっては大災害かもしれない。でもみんなの考えで言うならかなり単純だよ。師匠はごく普通の仙人なんだ。そんなの全然普通じゃないでしょ。とにかくここは私たちが行ったところとは違う。きっと過去の琥珀街なんだよね。うん。でも目的がないまま中に入ったから一体どの時代にいるのかをはっきりさせるだけでも結構時間がかかるんじゃないかな。ふふん、うちがいるだろ。あ、私たち一緒に中に入ったもんね。いつの年代だとしても常に少爵がいるんじゃないかな。うちがいなくても同じだよ。別に自慢するつもりはないけど、たとえ琥珀街生まれじゃなくてもうちよりここにいる時間が長い人はいないんだ。何年の何月かもちょっと見ればすぐにわかるよ。うん、あなたが年長者なのはわかってるから。それで誰が案内するの？おかしいね。そんなに遅い時間に見えないのに。琥珀街にも人が少ない時があるの？前に行った琥珀街のことを誤解してるみたいだね。張り切って出発！近くに遅いんじゃなくて早いんじゃないかな。ほら、ちょうど開ける準備をしてる店が、はあ、まさか閉店する羽目になるとは。仕方ありません。できるだけのことはしました。行きましょう。店長、不穏な世の中ですし無事でいるだけで十分です。商売もなかなか大変みたいだ。でも不穏な世の中ってどういうこと？多分影の災いのことじゃないかな。おかしい、そんなはずないのに。確かに琥珀街にも不景気な時期があったけど、それはまだうちが住んでなかった頃だよ。さすがにそんな偶然があるわけ。少女くん？ああ、まずはあの辺に行ってみようか。見覚えのある店を探さないとね。みんな、ついてきて！
変わってないね。あくん大佐、あくん大佐。ここは茶館？千鬼茶館、琥珀街の老舗だよ。夢追い人も聞いたことがあるんじゃないかな。戻ったらみんなに一杯おごってあげるよ。桜花じゃ飲めないなんて少し残念だね。今の状況はもう手一杯だけど。あ、おじいさん久しぶりだね。今日も変わりはないかい？なぜ外で聞いた噂と違うんじゃ。琥珀街はそこまでひどくなってはおらんのじゃろ。はあ、おじいさんは出かけて帰ってきたばかりなのかい。また何か噂を聞いたのか。ああ、影がまた人を食べたとか、影が変な夢を見せて姿を消したとか。新聞に載っておるんじゃ、噂とは言えんじゃろ。でもそれも仕方のないことだよ。毎年溺死する人がいるけど、そのせいで生きることを諦めるわけにもいかないだろ。そうは言うが、安価はこんなに広いのに、影はなぜよりによってこの町を狙うんじゃ。よりによってこの町か。なんだかあの頃のことに聞こえるけど。いや待って、夢追い人、どうやったらここから出られるの。ここは絶対行っちゃダメなんだ。少女くん、これはあなたの体。これはうちはもうダメかも。あの頃の琥珀街だとしたら彼女がいないはずがない。まだ説明が足りなかったのかしら。付き添いはいらないわ。例の交渉でまさかあなたたちが役に立てるとでも思ってるの。ですが、セ様、我々は長老様たちの命令に従いあなたを迎えに来たのです。ここに長い間滞在されるご予定ですから、セ様のお世話をする者が。シッ、セ様って何。私の名前がセだとでも思ってる。小綺麗な格好をしてるけど、彼女とは比べ物にならないわ。名前は？新たに執事としてお仕えさせていただくジェームズと申します。じゃあ私は。私の名前をもう一度呼んでくれる？セルマ当主様その度胸がどこから来るのかわからないけど、ちゃんと知ってるんじゃない。誰があなたにその服を着せたのかを。さて、ポッチ、もう行っていいわ。今はあなたよりもルールをよく知ってる人がいるもの。ポッチ、あなたは、あなたを含めて
ヌートリスク一族の使用人は全員クビよ。ルールを知らない下僕なんか私にはいらないわ。あるいは消えなさい。この場所に興味が湧いたばかりなの。私の楽しみをどうしても邪魔したいというのなら分かってるはずよね。この世には消えるよりも辛いことがあるって。はい、かしこまりました。ではセルマ様、どうかご無事で。本当に興ざめね。英才が猛威を振るうエリア、悪巧みをする下僕、失踪した貴族、一族の名を利用して私をいい場所におびき寄せたわね。いいわ、何を企んでるか見てみようじゃない。そこのあなた、お待ちを。あら、何か？そう緊張しないで。私も初めてここに来たの。だから、聡明でマナーを知っていそうな方にここの状況を聞こうと思って。そうなの。お嬢さんは人探しに来たのかしら？それとも、ええ、白という名字の男性を探してるの。彼は目立つはずなのに、どうしてかここに来てから行方不明になってしまって。だから、私も身の安全が心配なのよ。英才のこともそうだけど、この町に何か変なものが現れたりしてない？え、英才だけでも十分なのに、それ以外があるとでも言うの？でもそうね、確かに夜にこんな風に歩き回る勇気はないわ。私は運よくそういうのに遭遇したことはないんだけど、噂によると最近琥珀街の英才がどんどんひどくなってるらしいの。でもそれって日常生活に影響を与えるほどではないのよね。どうかしらね。今の安価はどこもこんな感じでしょ。でなかったらずっとここにいたりしないわ。はあ、外の噂とは全然違うじゃない。命を根絶やしにする不吉な地がこんな姿でいるわけないでしょ。ありがとう。ちなみにあなたのセンスは結構違うわね。この町のほとんどの麻袋よりはずっとマシよ。少なくともあなたに服をプレゼントしなければならないとは思わないわ。え？あの、どっかに行け、ガキが。申し訳ないけど、よく聞き取れなかったわ。あなた、なんだ、人間の言葉がわからんのか。お前みたいなガキの世間話に付き合う暇はねえよ。家に帰って父親に影の話でもしてやがれ。人間の言葉ならわかるわ。でも自分を人間だと思ってない人がいるみたい。もともと表向きの貴族のやり方は通用しないと思ってたわ。たら、ぼっち？おい、犬を呼んでるつもりか？クソガキめ。俺は、ええ、これで様になったわね。さて、質問に答えなさい。
この辺りで何か変わったことはあった？はい、セルマ様。この辺りでは何も起こっていません。あったとしても、些細なことばかりです。例えば、私の後ろにある受け薬庫は、もともとは老舗の薬屋で、評判も良かったのですが、少し前に、町中で原因不明の疫病が流行り出し、たくさんの人々が薬を買いに押し寄せました。結果、店主が間違った薬を出し、そのせいでたくさんの人が体調を崩し、薬屋も徐々に開けなくなってしまったのです。疫病、それも英才によるものでしょうね。はい、そういう噂もあります。ですが噂は所詮噂です。店主が間違えただけかもしれません。しかしセルマ様がそうおっしゃるのならきっとその通りなのでしょう。他の店も似たようなものです。飲食店の味がますます悪くなったり、質屋が客のものを横領したり、時計屋の店主が腰を痛めたり、別に珍しいことは起きていません。ですがそういうことが増えているので、なぜよりによって琥珀街で起きているのかと、みんなは理解に苦しんでいます。無駄話ばかりね。本当に何もないなら私がここに来る必要はないじゃない。さあ、日の出の方向に向かって走りなさい。靴がボロボロになるまで止まっちゃダメよ。これより先の状況はあなたには耐えられないと思うわ。残念ながらあなたのような粗末な人は私の下僕になる素質もないわ。あら、誰かがついてきてるみたいね。さっきのことを見てもまだ逃げないなんて大した度胸じゃない？それとも、やっぱり最初から双心があるから空気を読んで難しいと知っていて。それは当主様。私についてきて
何がしたいの？使えるなんてのは嘘で、本当は私を監視してるのよね。ねえ。まさか、当主様、そんなつもりはございません。白家との交渉は非常に重要です。そのため、どうしてもおそばにいるようにと、長老様たちに命じられまして。へえ。つまりあなたの言う当主よりも、あの老いぼれたちの言葉の方が重みがあるってこと？しょうがないわよね。私は仕事をせずに、毎日享楽にふける当主だもの。あなたたちも外の噂を聞いたでしょ？口頭、密室、消えた使用人、それと変わった拷問器具。確かにあなたが従うべき相手には見えないわよね。それはご冗談を。私たちが聞いた噂は全部琥珀街に関するものです。近頃ここでは奇妙なことが頻発しています。しかもよりにもよってこんな時に、行方不明になっていた白家の方がここに現れました。先代の当主様と白家の関係を考えると、きっと何らかの事情があるのでしょう。もしかしたら初めから当主様を狙った罠なのかもしれません。知ったかぶりのくせに大口を叩くのね。もういいわ。私から見たら、あなたたちは少なくとも二つ間違えてる。一つ目、老いぼれたちは普段余計な世話ばかり焼くけど、ヌートリスク一族で主となって家を切り盛りできるのはこの名字を持つ者だけよ。琥珀街に来たのはただこの場所に興味があったから。興味ですが、ここは。え？お父様は白家を潰した後すぐにこの世を去った。そのせいで私は彼らにとって一番の復讐相手になったわ。行方不明になった白家の子息がこの時期に何もしないわけがない。さらに異常現象と怪物の噂を加えるとここはより刺激的に見える。そう思わない？最近の娯楽にそろそろ飽きてきたと感じてたら、新しい茶番を用意してくれる人がいるなんてね。なら長老様に命じられた任務もただそばで見てるだけでこなせるのか？それとも。二つ目は、長老たちが流した噂はもしかしたら事実かもしれないわね。え？消えた使用人と拷問器具のことよ。お待ちください、当主様。遅いわ。もちろん私の前で後悔しても構わない。でもそれはお仕置きを受けた後のことよ。間違ったのは私だけどね。あなたたちに説明しようとするなんて、結局のところあなたたちは私の下僕でしかないのに、その事実をあなたたちの魂にもう一度焼き付ける必要があるみたい。ああ、そうだったわ。従うべき相手なんて概念はこの世に存在しない。なぜならそれはそもそもあなたが決めていいものじゃない。すぐにわかるはずよ。あなたはもうクビになったし、そろそろふさわしい服に着替えるべきよね。どうし様、それは一体。緊張しないで、
彼女たちはただ下僕としてあるべき姿に戻っただけ。そしてすぐにあなたも彼女たちと同じように私にどうひざまずくべきかを覚えるわ。じゃあ、受け取っておくわね。あなたの忠誠と恐怖を。え？その通りよ。あなたの意識を奪うなんて余計な真似はしなかったわ。あなたが頭を下げて命令を聞くときは、身の程をわきまえないような考えを抱いてた方がいいの。人を噛むペットの方が、からかいがいがある。そうよね。とにかく、力は少し物足りないけど、まあまあ使えるでしょう。あなたのことは、祖父でいいわね。かしこまりました。セルマ様のおっしゃることに間違いはございません。私にできることはございますか？まだその時じゃないわ。それにあなたの本体だけじゃ私の力になれるような場面なんて。あら。へえ。一匹だけじゃなかったみたいね。するつもり？原始的なお遊びだけど、趣があるわね。でも、ネズミを捕まえるくらいなら、私が自ら動く必要はない。ちょうどいいわ。あなたに奉仕してもらう時が来た。話し合うって？最初から自分のことを随分上位に置いてるのね。だってほら、うちは震えるくらい怯えてるんだよ。そうだろ？全然勝てないし。だから話し合ってみるしかないんだ。あの老いぼれたち、私を一体何だと思ってるのかしら。一人二人とこんなやつばかり。
やめてやめて、お願い。うちも琥珀街に来たばかりで何も知らないよ。あんな風に変えないで。言うことを聞いてほしいなら一言で聞くから。うちは自己管理が得意だよ。いいでしょう。だったらその目障りの麻袋を脱ぎなさい。そんな下品なセンス見てられないわ。わかった。どうせどうせどうせ今はそんなに寒くないし、お金も大して持ってないし、服は畳んでおいた方がいい。あなた案外面白いわね。はいはい、もう立ち上がっていいわ。名前を教えて。脱がなくていいの？何？がっかりしてるみたいね。早く質問に答えなさい。うちは少弱。職業は、あちこちで生活費を稼いでる。つまり、その、ちょっとした商売をしてるんだ。スリか。それとも詐欺かしら。とんでもない。確かにうちの格好は綺麗じゃないけど、後ろめたいことは一度もしてないよ。そう？むしろ俊敏な方だと思ってるのだけど。とてもおとなしい人には見えないわ。足の速さはうちの唯一の長所だから。儲け話があればすぐそこに行かなくちゃ。遅れたらもう何もなくなっちゃうしね。へえ。じゃああなたはどんな得のためにこそこそと私をつけてきたの？だってあんた、いや、あなた様の宝石があまりにも高価、あ、いやいや、みんなと違う雰囲気を持ってるから、もしかしたら大儲けする機会があるかもって思ったんだよ。後ろめたいことはしてないね。琥珀街に来た理由はそれだよ。近頃この辺では噂が絶えないだろ。英才が頻発してるとか、貴族が災難にあったとか、虎穴にいらずんば虎子を得ずっていう言葉があるように、もしかしたらそこに大儲けする機会があるんじゃないかなって思って。災難にあった貴族？あなたは何を知ってるの？あ、いやいや、実は違うんだ。少しでも聞いてもらえるようにちょっと話を持っただけ。とにかく危険な場所にこそ機会があるってこと。うちは事前にここの噂や路地を全部覚えたんだ。あなた様から逃げるためにはしっかり準備しなきゃ。結局逃げ切れなかったけど。本当にわざと使用人を教育するところを盗み見たわけじゃない。この路地を出たらすぐに記憶を消すから。だから、お願い、うちを殺さないで。あんな風にしないで。その辺にして。殺すなんて、そんなおかしな趣味を持つ変態に見えるわけ？それは、まさか。あなた様は気高くて権力があって。あら、別に訂正しようとしてるわけじゃないわ。あなたの推測も間違ってない。ただ殺すなんて、そこまでセンスは悪くないわよ。私はね、そんなあっさりとしたことはしたくないの。せっかく楽しむのに、そんなの単純すぎるでしょ。これからあなたも分かってくるはずよ。無駄話はやめましょう。確かに案内する下僕が必要だわ。ここの路地を全部覚えてるって言ったわよね。それを証明する時が来たわよ。それは何？下僕が嫌なの？そうね、もしかしてペットの方になりたい？うちを許してくれるならもちろん何だってするよ。でも下僕って結局
うちはあんな風にするんじゃないの？ほら、シュシュッとした黒い塊が出てきて、パパッともみくちゃにして、一人また一人と魂を奪っていく。そんな感じの。どうせあなたには理解できないし、詳しく知る必要もないわ。とにかく彼らは死んでないし、魂を失ったわけでもない。私の従者になっただけよ。まだ、あなたには必要ないわ。あなたが琥珀街のことを何も知らないって分かった時に、ちゃんと味わわせてあげても。別に遅くはないしね。それとも、縛られた方がやる気が出るタイプなら、別に今からでも。大丈夫！それは結構だから！ちゃんとあなた様の言うことを聞くから！いい子ね。そのあなた様っていうのもやめて。とりあえず、セルマ様って呼びなさい。せっかくのチャンスなんだから、無駄にしないように。もちろん！セルマ様はどこに行く？まずは食事に連れて行こうか。ほら、講談師の話にもよく出てくるだろ？高貴な人は庶民的な食べ物に魅了されるって。結構よ。私は白球という人間を探してるの。彼は琥珀街の噂と関係があるのかもしれないし、ないのかもしれないけど。ここの光景は私が聞いていた噂と全く違うわね。でも彼がそんなことをやってみせたとは思えない。とにかくこの辺の怪しい場所について噂を聞いたことはあるかしら？怪しければ怪しいほどいいの。それなら楽勝だよ、セルマ様。世間を渡り歩くには情報の速さが肝心だ。ついてきて。こんな世の中じゃいいことはなかなか起こらないけど、厄介事を探してるならむしろ簡単だよ。平和が一番。次はブラブラする？それとも寝だめ？任務が終わったの？